はい。お疲れ様です。えー、今日も、ちょっとタイトルが奇抜ですけど、建設業界、これやったら終わり。これやったら闇に葬られますって。あー、まあさ、なんか、まあ、ヤクザとかじゃないんだけど、やっぱ建設業界って昔はもう、がっつりだったでしょ。今でもおるでしょ。おらんふりしとるけど、クリーンな感じ見せとるところもいっぱいあるけど、まあまあね、やっぱ、中卒みたいな子がね、 やっぱやんちゃな子がいっぱい働く世界だから、まあ言ってもあると思うんですよ。まあそういう社会で、まあこれやったら本当にあかんよっていう、まああかんよとか、まあまあまあ干されるよね。まあ、うん、と思うんだけどね。はい、じゃあ行ってみましょう。あ、その前に、チャンネル登録と、 いいねよろしくお願いします。あの3万超えて3万5000ぐらい行ってますんで。はい。じゃあ始めましょう。はい。まず第1個目が、引き抜き。まあ、引き抜きってまああるけどね。うちもやっぱいろんな人が出入りするから、引き抜かれたっていうのはまああるんですけど、まあ俺は、まあどっちかってと考え、まあ引き抜かれたやつも悪いし、悪いっていうかまあまあそんなもんなやつだしね。どうせやめてったわーだし、引き抜く会社もまあそんなまあ俺はもうでも引き抜いたやつは絶対捕まないね。 うん、まあ、頭下げようがないでしょうや、一言言ってほいいよ、別に。あいつ、こうこうこうで、やっぱね、まあ、かわいいもんで、使ったってもいいですか、うちで、って。いうのはまあ、全然いいけどさ、うん、まあ、これ黙ってやったら、前鑑賞。でさ、例えば、うちの下請けでやってて、そいつがまあ、うちの人間、まあ、例えば、引き抜くとするやんね。で、またこれ、引き抜きで、またさ、建設業って本当面白いことで、 その引き抜いたやつをまた使う元請も干されるんですよ。いや、例えばうちに来とって、まあ、そんなね、ポン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 引き抜いてきてうちにどんどん掘り込むようなやつ。俺はまああんま使わないと思うんだけどな。まあ、知ってたらね、知ってるとこからだった。だから建設業って狭い世界だから、じゃ例えば俺の友達のとこから引き抜いて、うん、ま、うちでね、仕事来ただったら、まあ、多分使わないね、うちは。 うん、だから、まあ、それぐらいこの引き抜きって、厳しいと思うんだよね。うん、まあ、まあ、どっちもどっちだけどね。引き抜く会社、引き抜かれたやつもどっちも、まあ、俺はまあ、引き抜かれることに対して、まあ、文句もないし、ホットゲイって言ってるけど、まあ、今でもあるみたいなんですね。うん。はい、続いて、飛び越え。飛び越えっていうのはね、まあ、なんちゅうのまあ、会社があって、まあ、自分が、 ね、下請けでほん、ま、にさこの間も言ったんですけど1人2人3人の会社って結構いっぱいあるからそれがもう事実上になってもう4時5時みたいにいっぱいあるんですよまあお客様も聞いとるとお客さんが聞いとるんだったらあ,のあれで4時5時になってるかって全部ピンハネされてるかって、まあ、そうでもないんですけど例えば俺がまあね例えばこいつにちょっと仕事あの人足りんでちょっとなんとかやんでくれって言ってじゃあこの人に2万払うでちょっと人集めてくれよって。 でもまあ、この子もまあ、2万とか1万、まあ万払ってでも集めてくれるっていうのもあるから、4時5時だから、全部金が全部ね、だんだん引くっていうのではないと思うんですけど、職人の世界ってね。だけど、その、なんちゅうかな、よくあるのは、例えばうちの下請けにおって、そのもう一個下請けとかがおる場合があるわけじゃないですか。ね。で、そこをうちが直接買ったら安く使えると思って、使うやつおるんですよ。 で、その、飛び越えるやつもそう、あの、直接やってくださいと。で、あそこにね、一割抜かれとるんで、どうなこうなとか、まあ、うちはもうそんな声もかからんし、まあ、ほとんど今ね、自社っていうかね、直接やっとるし、だからないんですけど、僕もまあ、ゼネコンとかずっと昔ね、飛び職とかでいっとったから、まあ、そういうのも,も、本当にもう、毎日そういうのもあるけど、もう、ばれたら終わりだし、もちろんほんで、もうその、引き抜いとる側も、 上の会社もね。で、こう、直接使ったりゃあ、つって。で、そしたらちょっと安くせえや、みたいなところとも、うん、まあ、伸びとる会社、いい会社、しっかりしてる会社、仕事を持ってる会社は付き合わないんちゃう。うん、その、じゃあ俺もじゃあ自分のところの授業に引き抜かれるかなんか全然思わないけど、あの、ちっと育ててるし、ちゃんと俺も、ね、引き抜かれるぐらいの器とかね、あの、会社の待遇だったら、 まあそんで、俺もしょうがないと思うで別にいいんですけど、そういうんじゃなくて、もうそういうせこいことする奴だって、他のとことでもせっこいことするんですよ。だから、うん、まあ、俺は飛び越えね、して、そのね、間抜きみたいなことする会社とも付き合わないし、そういう奴らももう使わない。もちろん。なんで頼まれて、いや、あそこ、もうすっごい抜かれてるもんね、1割ぐらい。 引くんで直接やらせてくださいとか言っても、まあ使わないな、多分俺は。うん、まあ、ほっとけーってなるし。で、結局そういうことやってくるやつって結局また問題を起こすもんでさ。うんね。ねまあこれはもうないかな、俺の中でね。はい。最後に、まあ独立について。まあこれは職人さんも見てるから、まあね、独立する世界じゃん。独立浸透、なかなかね、うまくいかん世界だと思うんですけど。 そういうい呪術なぎの会社で先輩と23人でやっとってあの独立のタイミングって結構早い段階で来ると思うんですけどあの独立の仕方だよね独立するから悪いっていうんじゃなくてこれだけどうんまあ独立の仕方で損するやつも俺は得するやつもおるんですけどなんちゅうかなまあ俺はうんあの本当のこと言えって言っとるんじゃないですけどあのうまいこと独立しろよみたいなね うん、だからなんかさっきのね飛び越えみたいな感じで直接行くでまあ声かけられたもんで、ね、よしじゃあ独立しようって俺はもうそれ絶対やらん方がいいと思うんですよ。そん時だけだよもう本当に俺も,もう何百社とした受け飛びの時に付き合いしたからもうそん時だけでその、ね、今そうやってもし声かけられてる子は大したことないやつだもん、ね、その声かけとるやつも。 で本当にこれから独立したらいろんなことを勉強できるからもう本当にいろんな会社とも付き合いと思うからそんなことで今まで世話になった人との縁を切るっていうのはもったいなすぎるからだったら本当にもう親が病気だって一回ちょっと飛びやめながんっていっていや,やめてさ、うんまあ、塗装やめながんって言ってやめてでね3ヶ月4ヶ月間空けてから会社に戻るんじゃなくてまあ実はこうこうこうでって言って。 他のところにね、まあ、まず全然関係ないところに仕事くださいって言って行くとかさ。まあ、そ,ういうそうこうしとるうちにちゃんと自分で一人前になって、あ先輩って、あのね、昔世話になったんですけど、誰々さんと、ちょっとこないだね、会ったもんで直接やってもいいですかって声かけに行ってさ、まあ、それは別に全然いいよって言うと思うんだみんな。別に大しに抜い取るわけでもないだろうし。だけどそれをこぞこぞってやるもんで、また o ーってなるし、まあ、損する。 でも、その人一生、自分のあり口はれるからね。本当に建設業ってまあ、ね、今僕は愛知県ですけど、まあまあね、大きい都市じゃん。東京、大阪、福岡の次ぐらいなのまあ愛知県か福岡かみたいなところでしょ、多分。そういう中でも、本当に狭いでね。うん、一人でちょろちょろしょっても、大体繋がってくるから。 うん、だからまあ本当にまに、あ、やめ方独立の仕方っていうのだけはちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないんですかってのは思いますえー、ちょっと今日もまた長くなっちゃったね今日は短いかうんえー、じゃあチャンネル登録といいねお願いします、えー、またちょっと面白いセミナー動画作っていきますのでよろしくお願いします <noise>